っと薄くしてみようかな。歯はすごく危ないので、ここら辺はもう本当に手をなるべく近づけないように、巻き込まれないように気をつけないといけないです。最後を細かく切るのは結構ちょっと怖いので、厚めで最後は行きたいと思います。もうこれはいいかな、ちょっと熱いけど。この肉、こっちからこう押さえていくので、この幅より短くこの肉はカットしとかないと押していけないということに気づきました。なのでちょっと最初は危ないですけど、このままこう行きたいと思います。 3.5 くらいで生姜焼き用の肉を作りたいと思います。どうでしょう、ちょっと生姜焼きには熱いかな。もうちょっと薄くしていきましょう。どうでしょう、ちょっと熱いかな、まだやっぱ生姜焼きは 1,2,3 目盛りかな。これくらいがいいな、3目盛りだな、生姜焼きが3。次は豚バラ肉。これこうやってやったらいいかもしれないです。こっちが豚のバラ肉で、こっちがロース肉です。で、こっちだけだとちょっと油が多すぎるので、このロース肉とちょっとこうミックスして使うとちょうどいいこま肉くらいの油っぽさになるのではないかと思っています。左にしてスルッと抜けます。これとこれはそれぞれ洗う感じです。こっちは食洗機に入れてしまっています。こちらの羽なんですが、コインを出してきて、ここにはめて To remove blade と書いてある方向に回します。こういうのが外れたところです。これも洗います。そしてこの刃を気をつけながら外します。そうするとこういう感じの部品になっています。ディスクみたいな感じですね。で、これもスポンジと洗剤で洗うか
私は食洗機にも入れてしまっています。これはもう水洗いはできないので、ペーパーナプキンや布巾などでよく拭いて、最後アルコールで拭き取るのがいいかと思います。あ、そしてここにすごくゴミが挟まるので、これを外します。これちょっと引っ張って外しにくいんですが、滑っちゃって肉の油で滑る。これ外しつつこういう部品が出てきます。でまたこれは洗い終わったらここにこの今の状態ではめ込みます。こう下からグッとこういう感じ でこの洗うのが結構手間なので、なるべくまとめて切って作業を済ませたいと思っています。薄切り肉を作る動画いかがだったでしょうか。参考になりましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。